イケメン入りまーす。シュ、どうも、超絶イケメンです。ということでね、どうも皆さん、国賊 TV の時間がやってまいりました。このね、番組はね、この動画を見た外国人の方が、何このクソ野郎、何このクソチャンネル、何このクソ動画、日本ってこんな国なの、もう絶対日本に行くのやめようって、外国人の方にね、思わせるのが、目的でございます。で、私のスポンサーはね、日本をよく思っていない、まあ、中国、韓国、北朝鮮。この3つの国から、まあ、スポンサーとしてね、まあ、お金をもらってます。まあ、嘘だからね、真に受けないね。はい。今日はね、あることがあってね、動画にします。ちょっとひどいことがあってね。今日はね、友人とね、ショッピングモールに行ったんですよ。超巨大ショッピングモールにね。で、めっちゃ混んでて、敷地から出れないんですよ。帰りてんだけど。うん。俺の前の車がもう出れないんだよ。もう車がバンバン通ってるから、左折できないんだよね。うん。まあ、しょうがねえなと思ってたんだけど、そしたらね、俺の前にいる車、老夫婦が乗ってたんだけど、そのじじいが、ずっとクラクション鳴らしてるんだ。ペタ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 ずっと。で、あげく、降りて、なかなか左折できない車の運転手のとこ行って、コンコンってやって、窓開けさせて、君ね、恥ずかしくないの？恥ずかしくないの？こっちはね、ずっと待ってんだよ。恥ずかしくないの？人に迷惑かけてさーって、なんかじじいが、切り始めてて。で、それを見た友人が、いけ、俺が止めるままなくぶち切れて、車降りてって、そのじじいのとこまで行って、うるせーよじじいうるせーよつって、俺の元ヤンの中卒の友達が、じじいをうなり飛ばしてさ、じじいはビビって、ブツブツ言いながら車に戻ったんだけど、ほんでその友達がさ、戻ってきて、ほんとじじいって傲慢だよな、つって、すげえ消えてたんだけど、で、その光景を見て、20年前に起きたことを思い出しましたね。20年前に、まあ俺が体験したわけじゃないんだけど、俺の友達が体験して俺に話してくれたんだけど、友達がね、駅に向かって歩いてたら、道路挟んで向こう側のバス停に、まあ、人が3人いて、まあ、妊婦さんと、4、5歳のガキンチョと、まあ、強してるジジイがいたんだけど、そのジジイに、いきなりパッと見たらそのジジイに、4、5歳の子供が、足にね、すでに蹴りをくれてるんだよ。バーンって蹴りをくれてて、それでジジイが痛いみたいなことになって、で、そのじじいが杖を持っててさ、その杖で、このガキみたいな感じになった時に、あ、やべえと思って友達が、道路渡ってさ、そのバス停のとこまで行って、そのじじいの杖持って胸ぐらつかんで、何やってんだじじいつって、怒鳴り散らしたんだって。で、まあ事情を聞いたら、バス停って田舎のバス停だからさ、都内みたいにさ、屋根もなければ椅子もないんだけど、そのバス停は、ほんと、バス停の、看板が立ってるだけで、で、丸っこい背もたれがね、椅子があったんだって。で、そこに妊婦さんが、まあ、若いお母さんが座ってて、その周りをその4、5歳の幼稚園って言ったかな。4、5歳の子供が調子をしてたんだけど、そこにね、いきなりね、杖持ったじじいが来て、座りたいんだからどけよって怒鳴ってきたんだって、その妊婦さんに。うん。年寄りが来たらどけよって怒鳴ってきたんだって。で、4、5歳の子供が、うっせえじじいって言ったら、その、じじいが、なんだったこんなガキって、杖を振りかぶって脅そうと、実は叩かなかったと思うんだけど、なんだったこんなガキってなったから、その子供がね、じじいの杖を蹴っ飛ばしたんだって、ドンって。蹴っ飛ばして、痛いっていうところをちょうど友達が目撃したらしいんだけど。で、友達がまあ、そのじじいの杖掴んで、胸ぐら掴んでさ、何やってんだじじいって止めたんだけど。で、結局妊婦さんが、もう警察を呼ばなくていいっていうのと、あと、もう私も行きますから大丈夫ですって、どっかに子供連れて行こうとしたんだけど、だってバス乗りたいんじゃないのつって。うん、去るのはこのじじいだからつって、じじいのこと追っ払ったんだって。で、またじじいが戻ってきてもいいように、バスがね、来て、乗るまで見ててあげるからつって守ったんだって、最後まで。で、まあ、行かしたんだけど、まあ、それ聞いてね、思ったけどね、まあ、じじいがほんと傲慢でクソだなと。お前なんかどっかで死んでるよって話と、あと子供、うん、偉い。偉いぞ。お母さん守って偉い。でもね、男に生まれたらね、もう、2本の足で立てるようになって、物心ついたら、仕事ができるんで1個。それは、お母さんを守ること。うん。それはまあ、男に生まれたものの務めだから、もう、物心ついて歩けるようになったら、お母さん守れ。うん。
もうお父さんはどっかで浮気してんだからね、守れ。うん。年寄りはね、大事にしなきゃダメなんだけど、やっぱ優先順位で言ったら妊婦さんなんだよ、俺の中だと。うん。まあ、転んで、ね、流産とかしちゃったら大変じゃない。ね、妊婦さんが転ぶのとジジイが転ぶの違うからね。ジジイが転んで、まあ、ジジイが転んじゃったらだけど、妊婦さんが転んだら、お腹の子供とかさ、心配になっちゃうからさ。うん。まあ、もちろん、年寄りも大事にしなきゃいけないかもしんないけど、今度傲慢な年寄りはね、まあ、大事にする必要ないよっていうね、話だね。にしてもね、ほんと年寄りって傲慢だねって話だよね。うん、まあそんな年寄りばっかりじゃないんだろうけど、うん。まあ年寄りは傲慢だなと。うん、今日の、まあその、クラッションジジイのせいで、その20年ぐらい前のね、友達の話を思い出したっていうね、話でした。あと、その子供、お母さん守っていられぞっていう話でしたね。はい、ということでね、イケメン変えます。じゃあな。